が11枚のお写真、こちらです。ヒデさん、まずはどれにしましょうか。やっぱりこれじゃないですか、4番の乃木坂46。はい、生駒さんといえば乃木坂46の初代のセンターで、およそ6年半活躍されました、ね、いわゆる立ち上げメンバーってことですね。そうですね、1期生なので、ね、はい、今からもう11年前ですか。はい、なので、周一さんと同い年なんです。共に歩んだこの11年、はい、実は共に歩んできたんです。じゃあもう我々は姉妹というか、実はね、実はそういうことなんで、そうなんでございます。そういうこと、ファミリーです、ファミリーです、ファミリーでございます。ではですね、そんな生駒さんのその乃木坂46を受けたオーディション時代の貴重な映像がありますので、やだな、朝からごめんなさい。さあ、これがやっぱり秋田は自然がいっぱいなので、空気もいいと思うし、特にお米がすごい美味しいと思います。言ってることは？最後、カメラに向かって、自分の一番いい顔をしてください。あれ、かわいい。ういういしい。ういういしい。ういういしいですね。自分で見ても思います。自分で受けたいと思ったの？あの、父が、私がちょっと、中学校高校時代ちょっと地味な子で、部活も入らずにずっと家に引きこもってたので、何か娘に刺激を与えたいということで、お父さんが、はい、ネットにオーディションの広告があって、たまたま見かけたお父さんがちょっとこれでも受けて、夏休み期間中だったので、オーディションが、なるほど、自分を変えなさいみたいな、はい、で受けると仙台に行って東京に行けるから、仙台には牛タンを食べに、東京には観光に行くために、軽い気持ちで受けたら、ああ、そしたら見事合格。はい、なんかよくわかんないことになってしまいました。可愛い、なんか一番いい顔してたよ、こうやって。でも恥ずかしいですね。ね、あれ、これはちょっと恥ずかしい。でも秋田から東京はどうでした？抵抗はなかった？いや、あ、東京にいとこがいるので、うん、遊びに来たことあるんですけど、遊びに行く場所、なんか、そうか、住んだり仕事する場所って思ってなかったので、うん、東京は幻の地みたいな感じで、そうか、そんぐらいの場所だったんで、想像がつかなかったというね。全然つかなかったですね。じゃあ、あの頃の自分に言ってあげるとしたら、何か言ってあげられます？東京の電車は終電があるぞ。そうですね、田舎の来たと思うんですけども、はい、なんかちょっと最近やけに色気づいちゃって、どういうことだよ。ちょっと追いつかないです。ちょっと色気づいてきましたか？ちょっと、そうなんです、ちょっとなんか怪しいなとか思いながら、どういうことや、どういうことだよ。なんかちょっとの生駒ちゃんじゃなくて、今ずっとロングだし、うん、あ、まあまあ、あ、なんかちょっと置いてかれてるのかなっていう。なるほど、どんどん女子力を磨いていって、ちょっと教えてって。なるほど、なんか心境の変化でもあったのか。そうです、ちょっと気になっちゃいました。気になっちゃった。ちょっと色気づいてんじゃないかと。はい、髪の毛に関しては本当に自粛で美容院に行かなかったら伸びました。あ、やむを得ず伸びたってことですね。はい、うん、で、やっぱショートカットだと定期的に行かないといけないので、面倒、うん、くさくなっちゃいまして、うん、もう今はヘアカラーもやめてるんですよ、うん、だから全部放棄してる状態で髪の毛が長いっていう。いや、放棄した結果こうなってるそうです。すいません、色気づいてるっていう感じじゃなかったです、レナリン。いや、定期にちょっとなんかきっとあると思うんで、うん、これから個人的に探っていこうかなと思います。でも逆に言ったら、レナリンがあんまり明るけないから、ずっと。あんま明るくないですか？いや、綺麗になった。すごい綺麗になったけど、うん、プライベートで普通に話してると、なんでそんな変わんないんだろうって、いい意味ですごくいいんですけど、もうちょっとレナリンだって可愛い、うん、あの色気づいたらいいんじゃないみたいな。それだから、もう普通に同期トーク、友達トークみたいになって、ね、レナリン、はい、もうちょっと色気づいた方がいいんじゃないですかって言ってますけど。どうしたらいいですかね。何から始めましょうか。そうですね、まず髪の毛伸ばしますって言ってます。レナリンもね、伸ばしたらいいじゃないか。ね、わかります、伸ばします。でもどうなんですか、2人で結婚観とかそういうお話はしたことあるんですか？いや、結婚をお互いしたいなって思ってる話はしていて、うん、ただこれ気になるのが、やっぱり出会って10年経っているので、どっちが先に結婚するんだろうっていうのはちょっと気になりますね。あ、どうですか、どっちだろう、生駒さん。うちの方が早いとは思う。あ、そうですか。そうだよね。ただレナリンがどんなに探っても、なんかあんまり出てこないから、なんかね、もうちょっとないのかしら。じゃあ、せっかくだから一応理想のタイプを聞いておきますよ。生駒さん、理想のタイプの男性どんな方なんですか？理想のタイプは、常識があれば。すごい。ゴミ出しの時、ペットボトルはラベルをちゃんと取って、
してるとか。岩本照さん、さっき中丸さんがまさにあの似顔絵を描いてください、はいはい、似顔絵、もう岩本さんと共演している映像になります。その当時もそんな感じだったと思う。そうなんですね。ではご覧ください。筋金入りだね。あれ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 、あの8年前。うわ、ありがとう。別にええって、うん、外俺やっとくわ。じゃあうち仕込みやっとくね。あれ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 、おお、どうですか、この頃のご自身見て。いや、あのこの時に、うん、あの松村さゆりちゃん、白石麻衣ちゃんとかがこうキャスティングされてたりして、私より3歳上なので、まあ、綺麗なお姉さんなんですけど、うん、なぜ私がここに選ばれるのか本当に分からなくて。そんなに長く出てるシーンではないんですか？ない。17秒ぐらいでしかも。で、当時まだお芝居とかわからないまま現場に行きまして、うん、で人見知りだったので、うん、乃木坂以外の人に会うってことはあまりなかったので、本当にもうスタッフさんにも共演者さんにも人見知りをしてしまって、うん、でジャンプが大好きな週刊少年ジャンプ、はいはい、ずっとジャンプ読んでたんです、うんうん、現場で。ただ取り上げられちゃって、ダメだって、話しなさい、みんなと話しなさいっていうぐらい、あのビビっちゃって、ビビっちゃったよね。もうずっとジャンプでもう助けてもらってたんです、キャラクターに。ジャンプの中に世界に入ってたのね。ルフィとかにすごい助けてもらってたら、その味方を剥がされてしまって。ダメ、こういう現場に来たら漫画読んでないで、みんなとお話しなさい、はい、で話できた？できなかったです。なんかもう皆さん輝いてて、うん、もうどう話せばいいか分からなかったです。ああ、そうか、最初は中丸君そうかな、打ち解けるまでっていうのは、うん、のあるんすかね、どうなんすかね、現場はね、聞いてた？急に来るから気をつけて。一番近い距離で聞いてますよ。本当に実家に帰れてなくても、ね、帰りたいなって思ってるんですけど、うん、私あの地元が由利本荘市っていうところで、どういうところ？まあのどかな、うん、すごくいい街なんですけども、うん、あのそういう観光特使とかもやらせていただいてまして、うん、で今日はその秋田県の私が好きな特産品を持ってきましたので、皆さんあの、うん、ここに置いてあります。そうなんですよ、食べこれね、はい、今日ご用意していただいたのこれは、はい、これはですね、まず1個大好きなニテコサイダーっていうサイダーなんですけど、はいはい、ニテコサイダー、秋田の6号っていうところで湧き水が湧くんですけど、うんうん、その湧き水で作られたサイダーで、あ、本当？じゃあ皆さんちょっと開けましょう、はい、もうこの瓶のままでもいいのかな、はい、あのコップありますけど、私はもういつも瓶のままダイレクトに。いいね、いいですか皆さん、じゃあご紹介願いて、はい、じゃあ今日乾杯。はい、乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。あー、染みますね。そうです、さっぱりしてて美味しいんですよ、すごく。煮てこだね。柔らかい。煮てこ。煮てこです。煮てこ感あるね、これ。煮てこ感がある。大さんどうですか？いや、美味しいですね。さっぱりしてる、確かに。そうなんです。口当たりすごいさっぱり、ね。甘さが優しいっていうか、うん、こうとんがったとこないですね。とんがったとこない。これいいですね、やっぱり秋田ののどかさがあるのかね。はい。これね。はい、優しいです。これ必ず飲むの？これ必ずあのお母さんにいっぱい送ってもらいます。これはやっぱ地元の味なんだ。地元の味ですね、ちっちゃい頃から飲んでて。あともう一つ、うん、あの大型村 の、うん、このかぼちゃパイっていう、はい、パンプキンパイっていうんですけど、これも有名なの。はい、私あの小さい頃あんまりおやつ食べなかった子なんですけど、うんうん、甘さ控えめで、うん、これも優しい、なんかふるさとを思い出すような優しい味なんだ、これも味なんです。いいね、いただきます。うん、パンプキン、優しいかぼちゃですね、うん、本当に全体的に優しいね、サイダーも、うん、このパンプキンも、はい、優しい感じが。いまだにこのセットで夜おうち食べます。これをこのセットで食べて飲むともう安心するんだ。安心しますね、もう実家を思い出します。1本目こちらです。ママザメ。ママザメ、皆さん分かりますか？へえ、ママザメ。ママザメ、ママの目覚め。いや違うな、例例文は、あー、もうママザメせねばねなママザメ、はい、え、ママザメ何？ママザメせねばねばな、せねばな、もうそろそろ親離れしなきゃダメかな、ま、あ、でも親が近いかもしれないですね。え、分かる人、分かる人いますか？ママザメ、ママザメ、でもどっちかっていうとお母さんがやる方が多いですかね。起こさないとなぁ。あー、お母さんせねばなってね、ママザメせねばな、ママせねばな。じゃあ起きた、直君、あれじゃないですか、ご飯の支度じゃないですか。あ、お、え、すごい、正解。マジで、すごい、すごい、聞いてた、聞いてた、聞いてた。ごめんなさい、裏から答え見えましたね。答えないでください、答えないでください。
です。バカ者。すみません。ビッグにやだ。テレビだ。何なんだよ。中村さん、カンニングはなしで2問目いきましょう。こうしましょう。はい。ね、こうしましょう。はい、次。そういう人がいますから。ネネバネ。ネネバネ。ネネバネっていうのは。はい、こんな時間だだ、ネネバネなみたいな。こんな時間だから、もうこれは寝なければなぁだ。正解です。ねえ、はい、これ大ヒントいただきました。寝なきゃいけない。はい、寝ねばねーっていうの、はい、寝ねばねーって。そう、じゃあ最後の問題もいけそうですね。はい、じゃあお願いします。超える。いやもうそれは。これは普通超えるっていうとさ、うん、太る、はい、はい。でも体に関することです。太るじゃない。はい、違います。太らない。疲れた？疲れる？あ、正解です。すごい見てましたか？秋田出身のメンバーがいたんですよ。秋田出身のメンバーがいました。フェアリージャパンにいた。はい、いました。超えるっていうの？超えるって、こいだわーって。こいだわーって言うじゃん。じゃあ舞台なんかやってると超える？超えだーってなりますね。はい、秋田弁でも奥が深いですね。そう、いろいろあるんですよ。いろいろあるね。でも今度はね、残していかなきゃいけない言葉だからね。はい、いいことだと思います。